ね、今日は。そうです。大夫、浴衣、ユニフォームの着替え浴衣になりましたが、ご感想とかどうですか？いやー、なかなか自分でも見られないですね。あ、見られないですか？あ、じゃあ今日レア。レア。レアですか？激レア。激レア。なんか浴衣とかを着て、どっか出かけたりとかもじゃああんまりはないですね、なかなか。浴衣ってない。はい、そういう機会はない。人生で初めて浴衣着ました。お、人生で初。いいよ、皆さんレアで使っててください。おー、初浴衣。20年生きてきて。20年、本当ですか？はい。なんかね、2人ともよく似合うから、なんかちょっとデートとか浴衣でしたったりしそうなんだけど、その辺はどうなんですか？いや、もうそれは吉野選手。あ、昨日選手じゃなくて吉野選手。早速、最近、充実してる。おお。噂によるとですね、すごい大声出しちゃった、ニヤニヤしてましたよ、皆さんが。その辺ちょっとお伺いしたい、まあ、そういう機会があればぜひ来てデートとか行ってみたいなって思うんですけど、はい、思ったよりなんか辛い、辛い、行ってみてなんかでも行きたい。はい、じゃあちょっとその辺の話掘り下げたいんですが、せっかくなので皆さん乾杯をしたいので、花火大会とか。確かに。実現しそうかしそうじゃないかで言ったら、
ソこれから。シソ。おお、来ました来ました。シソっていうか。来ました。したい。させたい。思想らしい。させたい。思想みたいな。今日、七夕ですからね。願い事を。かなと、いいですね。皆さん、キラキラしてた。温かい目で見守ってる。でも、あれですね、今さつけ出かけるってなんか、やっぱり、花火大会、夏祭りとか。ですかね。よく見ますけどね。はい、ああいう人たち、家から来てた。家から来てたら、あの、ね、着付けても、今日はあっちで着付けてもらったりするんですけど、なんか、あの、ちょっと言ってる思い出したんですけど、思い出したんですけど、はい、どうやら、あの、あれですか、リーグ戦最下位の初ホームゲーム清水戦は、浴衣で行くと、なんかいいことがあるって伺ったんですけど。そう、いいですね。そう。お、アリオス浴衣フェス。浴衣フェスがあって、はい。浴衣フェス。ご存知ですか？浴衣さん。あ、知ってます。浴衣で代表すると、はい、オリジナルセンス。あ、もうこれ文字のオリジナルセンスか。おお。来ていただいて。はい。あとあれですよね、なんかライブとかも。あ、素晴らしいですね。あるんですよね。ミミさんの。あ、ミミのライブ、ミミさんのライブもあって。あとはなんか屋台とか。あ、屋台。演技師みたいな。なんかトリコロールランドでなんか櫓が出たりして、はい、すごいお祭りみたいなになってるで、ぜひなんかぜひ浴衣で浴衣でお越しください。清水戦に7月28日とかですね。そうですね、はい、夏休みとかお子さんにとって思ってると思いますし、はい、もちろん浴衣でデートとか。そうですね、試合見るの忘れないよ。あ、確かに確かに。それはもう出ないように試合するし。そうですね、なんかパフォーマンスなんですか、浴衣でちょっと着て、スタジアムみんなは。スタジアムみんな。浴衣でとか。窮屈でしゃあないです。みんな慣れてないから。ああ、面白い。はい。とてもお似合いだから、着てほしいですよね。もう、恥ずかしくて。恥ずかしくて。いやー、でもこのままなんかトークだけで帰るのはもったいないなーとさっきも思ってるんですけど、はい、本当ですか？サイン欲しい人。おお、やったー。声がすごいな。いいですね。じゃあ全員にってはいけないので、じゃんけん大会をして発売者にサインでもよろしいですか？お、もちろん。ありがとうございます。イエーイ。じゃあ欲しい人は前の方に集まりください。ありがとうございます。Thank you.
浴衣デートしたい。チョキだけ、今のチョキだけ。はい、じゃあ今から後ろに見ますか。せーの、最初はグー、じゃんけんポン。グーも勝った。グーも勝った。一人じゃない。皆さんお越しください。頑張ります。浴衣で。より頑張ります。